マーボーエイトリットです。今日ね、みんなでお出かけします。はい、皆さんこんにちは。豊島のじゃなくて改めてマーボーエイトリットです。でちょっとね、今日休みなんで一人でね、今日はね、出かけていきたいと思います。春はね、本当運転してると気持ちいいもんですよね。本当にドライブの季節です。ちょっとね、お腹空いたんで、ご飯食べに行きたいと思います。今はね、赤塚です。本当朝から何も食べてないんで、今ね、時間がお昼なんですけど、お腹空きましたね。まだね、ここ今向かってるとこはね、食べに来たことないんですけど、どうなんだろうね。どこにあるんだろうな。あった、これだ。車はどこに止めんだ。着きましたよ、ここですね。2分で朝ラーメン、まあ、お昼なんですけども、1時半までやってます。店内こんな感じですかね。朝ラーメン中です。鶏カフェ一軒目さんのね、朝ラーメン届きました。いや、350円でこの量ですよ。それも味も美味しいし、いや最高コスパです。はい、ごちそうさまでした。いやお腹いっぱいになりましたよ。こんなね、メガチャーシュー麺なんてあるんですね、800円。これ食べたいな、これ今度来たら食べよう。じゃあ次ね、次のとこ行ってきます。鶏カフェ、1軒目で、ラーメン食べた後、今ね向かっているのが久々のね、廃墟巡りです。でここも来たことなくて、場所も定かじゃないんですけど、ちょっといろいろ下調べして、向かっております。多分ねもう少しで着くはずみたいなんですけど、イノシシが出るとかっていう看板が、やっぱね廃墟巡りはね怖いんですよ基本。あ、これだ。怖っ。あった。ここっすね。ちょっとバックしよう。上高地ホテル別荘っていうのがね。よいしょ。これですね、これ。これですよ。建物もありますね。怖っ。これですね、看板があります。なんでこんなところにね、ホテル作ったんだろうね。うわぁ、建物の中が見えるわ。ブラウン管テレビの外側があるよ。ほんとね、怖いんだよね。もう ここの、うわ、なんか外まで、もうちょっと近づきますか。なんか目玉の落書きがある。怖えよ。ちょっと違う方も。うわ、これ。やっぱ、これ中入れるんだ。いや、俺これ怖くていけねえな。なんかもう、なんかね、中の電化製品とかもそのままで置いてあるよ、これ。怖えよ。うわぁ。もうでもね、中にね、いろんな人が入った形跡ありますね。怖えな。ガラスとかもほら、割れててあるし、蜘蛛の巣とかもあるし。俺夜来たらおっかねえな、これ。この辺もね、ガラスの破片がすごい。ね、なんか、下調べしてもね、なんかね、噂話ばっかりみたいのが書いてあって、なんかポルターガイストがあったとかなかったとか、ホームレスのね、死体があったとかなかったとか。ね、
そういうのがね、噂を呼んでね、多分こうやって有名になっちゃうんですよね。ああ、こんな感じでありますね。今ね、上地、何でしたっけ、忘れちゃった。まあ、その廃墟行った後にちょっと、内原元湯温泉にちょっとね行こうと思って調べたら、ちょっと臨時休業って書いてあったんで、で電話かけて確認したら、やっぱコロナのせいでね営業してないみたいで、今お休み中って言ってましたね。ちょっとね風呂入ってね帰りたかったんですけどね、どうしよっかな。久々にね、親父さんとこ行ってみますか。なんか来るときね、いっぱい車あったんだけど、何だったんだろうあれね、いつぶりだろう、富士屋ドライブにね。なんだろう、これ車いっぱいあって、フリマとかやってんのかな、これ。これ何なの、改装気になるわ。何これ、何やってんだろう、これ。ここに埴輪がいっぱいいますよ。おーい、埴輪、ハニマル王子。今日、今向かってるのはね、茨城県ではね、有名な、廃墟スポットですね。初めて来たんですけども、全然場所が定かじゃありません。もう少しでね、目的地に着こうというところなんですけど、さて、どこなんでしょうかね。ちょっと右方向です。この建物がそうかな。続いて目的地は左側です。なんか建物綺麗だよね。あ、これっぽいな。それらしきものがあんまないぞ。これじゃないんだ。あ、こっち、それ、これ曲がりきんの、この建物があれなんですかね、吉貝村の主が住んだところっぽいよね。目的地は左側です。左側だ。お疲れ様でした。あ、なんかある。ちょっと止まって行ってみよう。あるわ。はい、ここに着きました。吉貝村なんですけど、茨城県下妻にあるスポットで、これなんかありますね。車来たったかな。市の管財課が今これ管理してるんだけど。あ、市が管理してるんですか。なんぼ言ったって草刈りもこねんだから。あ、何もそのままで、うん。2年前まではじゃあおじさん生きてたんですね。だけどここには住んでなかったよ。あ、まあ別のとこだったんですね。そう、病気で倒れて5年ぐらい前かな。病気で倒れて、はい、千葉の方の娘さんの実家に引き取られていったの。あ、そうだったんですね。で、風の頼りで亡くなったって。あー、なるほど。いや、ちょっとね、見たくて来たんですけど。まだこれ綺麗になったこれ。あ、本当ですか。もっといろいろ。そっちの隣のこちらが。はいはいはい、この辺ですね。あー、なるほど。ありがとうございます。すいません。入浴療法をね、出ましたよ。2年ぐらい前までね、主さん生きてたみたいで。ほら、ありますよ。NX 法、則。まあね、ちょっとね、説明するとね、吉貝村っていうね、まあ言われてるんですけど、まあ、一帯のね、電柱やガードレールとかのね、公共物にね、意味不明の落書きがね、大量にあったところなんですよね。で、まあ、心霊スポットとも言われてるんですけど、ここは筑波総合研究所、という名前で、所長の雲竜道派さんという名乗る老人がいて、その人物がね、勝手にね、落書きとかね、いろんな彫刻とかをあったらしいんですけどね。このね、T 総合研究所等として紹介されたんですよね。筑波研究所はね、災いに、関するね、NX 法則、これですね。というものをね、研究したみたいですね。いやー、実在してましたね、建物。いやー、残ってますね。
もっとあったみたいですけどね、今の親切な人が教えてくれました。深亮がね、当時、取材に来てたみたいですね。ああ、こんな建物が残っています。ああ、ちょっと中見えますね。ああ、ドアとかも見えます。ちょっと生い茂っててね、とても入れるような感じじゃないですね。2階もあるんですね。いや、来ましたよ、岸貝村。麻婆チャンネルもね、とうとう入ってはいけないとこまで来ちゃいましたね。こんな感じです。はい、次向かってるのがね、ちょっとお腹空いたんで、ご飯屋さんに向かってます。もう少しで着くと思うんですけど、どれなんだのかな、建物は。目的地は左側です。これお疲れ様でした。これだ、焼きそば特製って書いてある。やってる？やってる感じがない。やってる？やってない？あ、なんかおじさんいる。やってるぞ。これ着きましたよ、平市商店ですね。よいしょ、着いた。平市商店。すいません。どう、焼きそば、何個食べる？お芋食べる？二つ？350円の二つ。はい。お願いします。激安だよね、350円。にゃんこさんがいる？お腹すいた。レコードが待ってますね。コロコロがあるよ。昭和天皇だ。佐藤二郎さんが来てる。サインがある。すごい。有名なお店ですよ、今は。だから、びっくりして、その YouTube だとか、なんかそういうこと言われてもらうじゃ分かんないし。だから、声切りますよってお客さんのも教えてくれるし。なるほど、なるほど。何これっていつの間にもやっとったの。店なんか乗ってんだもん。あ、びっくりしちゃったよ。届きましたよ。お皿大盛りですよ。これでね、350円、安いです。激安で、ね、このロサンゼルスオリンピックのグラス。あれ渋いですね。こっちもほら、こんな感じです。懐かしいですよね、このグラスね。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。はい、スカイハイがかかってますよ、スカイハイ。ありがとうございます。はい、すいません。あ、で今日は新しい言葉をと、Google。そう、Google。Google マップに載ってますよ。あ、そういうじゃない。はい、ごちそうさまでした。1年ぶりにね、ちょっと見てみたいと思います。まだ残ってるかな。あ、あれだ、あれだ。すごい。やっぱ車入ってるの大変なの、これ。ほら、残ってんじゃん、建物。これだよ。車両の出入りをご遠慮願います。ほらほら、これこれこれだよ。よいしょ。ほらね、明けの劇場まだ健在ですよ。ほらほら、うわ、1年ぶりだよ。1年ぶり食ってもらったな。前来た時よりでもちょっと、あ、でも変わってねえな。
うわぁ、変わってねえな。変わってないよ。虫とかが飛んでるね。